開き直りとも取れる発言です。生産性と収益性ということで当然に事業の中で失敗するっていうことはあると思います。農林漁業成長産業化支援機構は政府の成長戦略として300億円の財政投融資が行われています。しかし累積損失は92億円に膨れ上がっています。別の幹部も失敗が出ることは当初から想定していたとしています。損失が大きくなれば国民負担につながる可能性もあります。